だこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ。互いの砂時計眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。ついに時は来た、昨日までは序章の序章で飛ばし読みでいいから、こっからが僕だよ。経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを。まどろみの中で生ぬるいコーラに、ここでライドッカを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、あ運命だとか未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする。時計の針も二人を横目に見ながら進む。こんな中間地点ですね、違います。ゴンドラの進行方向は右の側より下りのロープウェイが回りますので、皆様ぜひ一緒に手を振ってみてくださいませ。バイバイ。重力下で無理に尽くせん年に一度の今日、太陽の四角に立ち僕らこの星を出よう。彼が目を覚ました時連れ戻せない場所へ、せーので大地を蹴ってここではない星へ行こう。もう少しで運命